こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、福袋第3弾でございます。ということで、本日はですね、こちら、はい、じゃん、何も書いてないです。また今回はジェラート付けの福袋を開封していきたいと思います。あのね、私ね、ネットで買ったっていうか、私はね、ちょっとね、予約開始日に予約をめっちゃ知ってるでしょ、ジェラート付けのあの予約の取れなさで、私ずっとやってて、12時からあれで2時ぐらいまで粘って、もう眠いって言って寝て、でヒヨリンゴ知ってます？私の友達のヒヨリンゴなんだけど、ヒヨリがね、たまたまね、1個買えて、でもう1個買えないかなってちょっとチャレンジしてみてくれてて、でもう1個買えて、ヒヨリがね、こちらを予約してくれました。ありがとうヒヨリ。もう3年ぐらいその予約戦争に参加してるんですけど、まだね、1回も自分であの予約を取れたことがありません。来年こそちゃんと予約を取りたいですね、自分で。ヒヨリはウサギオンラインで買ってくれたみたいで、安いやつと高いやつがあるんだけど、高いやつをね、本当はね、頼もうとしてて、高いやつが売り切れちゃって、で安いやつ8640円のやつを買いました。じゃーん、こちらでーす。まあ、たくさんの YouTuber さんもジェラート付けね、開けてる方いると思うんですけども、まあ、私の紹介の仕方っていうことで、皆さん楽しんでいただけたらいいなって思います。はい、ということで開けていきたいと思います。なんだかんだ言ってジェラート付けの福袋は初めてです。だからちょっと開けるのが楽しみ。私ね、まだ他の YouTuber さんのやつ見てないんですよ。自分でね、まずどうなのが入っ、あ、だそうです。自分でどんなのが入ってるのかね、見たいため、他の YouTuber さんのやつを見ていないので、開けていきたいと思います。こちらです。まず最初、じゃーん。まあ、おなじみですよね。あのね、だいたいね、8000円のやつはモコモコのパーカープラスショートパンツっていう感じのやつなんだけど、今年はこの色ですね。かわいい、かわいい。はい、こんな感じです。ピンク系だね。ピンク系のボーダーのパーカーです。モコモコのパーカーと、あとはこれ、パンパンなね、こちら、じゃん、パンパンです。これの上下セットですね。可愛い、色味がやっぱ可愛いですね。ジェラピケはすごいモコモコしてていいっす。あー、でもね、長ズボン欲しかったんだよ。あのね、半ズボンだとさ、やっぱ寒いじゃん、これいくらモコモコしてるっていう家のさ、だから長ズボン欲しかったんだけどね。じゃあ次はですね、こちら、じゃーん。じゃあまずこちら、タイツかな、タイツっぽいやつです。可愛い。なんかね、私のやつはね、なんかね、ネズミとか、なんかいろんなイノシシ書いてある、もうイノシシっぽいの書いてあるよ、これ見て、わかんないけど、こんな感じの柄です。で、上はそれと同じで半袖になってます。こちらちょっとロング丈だね。肌触りがめっちゃいいんだよね。私ね、去年かサテンのイチゴのやつを買ったんだけど、それもね、本当にね、肌触りが良くて、あざすって感じです。じゃあ次でちょっとラストになるんだけど、袋的にはね。こちら、最初に紹介したこれのやつの同じ柄で、こちら、長い靴下と、あと、腹巻きです。腹巻きはありがたいですね。すぐお腹冷えるので、腹巻きです。いやー、ということで、以上です。全部で、1、2、3、4、5、6、6点です。こっちもかい。お風呂は至っていいっすね、やっぱり。あ、マジで肌触りがいいんすよね、これ。本当にいい、もちもちしてて最強って感じ。ちょっとね、今日お風呂入ったらもうこれをね、早速着ようかなって思います。はい、ちょっと着てみました。こんな感じです。可愛いですね、ほんとこれ。丈がこんな感じ、膝ちょい上くらいかな、こんな感じでーす。はい、で、この短パンはこんな感じで履く感じですね。いや、マジ触り心地最強って感じ。ちょっとこれも上も羽織ってみるか。はい、こんな感じです。いや、マジあったかい。こんな感じです。これね、チャックがね、2つついててね、こうやってこんな感じで2つ開けられるんですよね。で、だいたいね、値段ちょっとこれ書いてないんだけど、モコモコのやつとこれで7000円とか、7000円とかで、そのセットで、あれ4000円ぐらいだっけな、4000円ぐらい。これが2000円とか3000円で、腹巻きはいくらやった、まあそのくらいなので、普通に上のパーカーを買っただけでも元は取れてるっていう感じなんで、やっぱいいですね。安くこの全身コーディネートが揃うっていうのは本当にいいですよね。しかもルームウェアってさ、あったかいのとか可愛いの着たいって思うけどさ、上下セット揃えるとやっぱ1万円とか超すからさ、だから上下セットとかプラス腹巻きとかね、靴下をね、安く手に入れたいっていう方は、ぜひ来年予約戦争にぜひ参戦してみてください。今年はもう小さいサイズをゲットできたので、日和のおかげでね、ゲットで
ができたので、来年は高いねやつを買いたいと思います。頑張って、まあ来年もね、来年というか今年か、今年もね頑張って予約戦争をね勝ち取りたいなって思います。はい、ということで以上、今回はジェラピケの福袋の開封でした。福袋開封は次で最後なんですけれども、次はやっと届きましたグレールの福袋をやっていきたいと思いますので、よかったら楽しみにしててください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。